ーとみたいなやったから今絶対その振りやったよ。いやディーテーとみたいな、何やったっけ、マースのMVP を受賞するっていう、それはねびっくりした、まあ、びっくりもしたけど、優勝チームで活躍してたらまあそうだよなって感じ。実はフェアレディ Z に初めて噛んだね、今ちょっと危なかったよ。フェアレディ Z に初めて乗った時の撮影していて、その様子もちょっとお届けできたらと思うので、こちらをご覧ください。新型 Z っすよ、これが。もう楽しいしか出てこない。かっこいいし、楽しいし、速いし、最高。どうですか？愚問です。いいしかない。すべてよね。内装もすごくシンプルでかっこいいし。今日富士スピードウェイに行くのに、前日箱根までドライブ行っちゃうぐらい。そうなんよ。アネスと岩田さんが命名権持ってるターンバイクに行ってきました。初めて行ったけどめちゃくちゃ楽しかった。到着しました。行きます。ロニーさんです。ケニー。ロニーさん。対談。どんな感じ？カメラ撮るのもいいけど、多分生で見た方がいい。仕事、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 仕事。回ってきたので。おめでとうございます。ありがとうございます。3年ぶり2回目で。今年そのロニーさんの対談させてもらって優勝できたりしました。それがもう現実だった。素晴らしい。初めてこういうの。ぜひ。え、また見る。だって前もやるでしょ。そうです、シーズンの、はい、シーズンの序盤じゃなかった。出版部でやったの、はい、あのエアリアの外から、あ、そう、外から、はい、すごいね。いや、もうこれはもうまぐれですね。いやいや、すごいですね。わー、すごい。いつもフェスでロニーさん会えるのが、まあ、全然ローマ戦の前に決まってたん でローマで得点決めて、これ絶対話そうと思ってたんで無事話せてよかったです。リュージモフェスティバルどうですか？どうですか？いや、もうめちゃめちゃすごいですね。3年ぶりですね。天馬市内の温泉からほぼ1時間ぐらいかかって渋滞で。あ、そうなんですか。え、ヘリコプター？いやいや違う、僕もあの横浜から来たんですけど、最後あのゲートに入る手前ぐらいでちょっと混み始めたなって感じだった。多分タイミングが良かったかもしれないです。新型 Z を乗せてもらって、あの SNS で見た時に、本当ですか？すごいよ。あのめちゃめちゃ嬉しい感じです。あのすごく乗り心地とエンジン音もいいですね。いや、最高です。まだノーマルのまま？まだ全部ノーマルのままで。はい、やるから。いや、あの僕はあの触らないタイプ、触らないタイプって本当は触りたいんですけど、うん、あのこのイスモフェスまでの期間のレンタル、うん、あ、そういうことですね。なんで、なるほどなるほど。できればあのイスモのマフラーとかちょっとついたの乗ってみたかったなっていうのも、まあ正直なところありますけど、でもまた大回りでも全然でもいい音でした。オマップの時ピット行きましょうか。そうです、うんうん、ですか、うん、やった。はい、チーズ。めっちゃ緊張した、やっぱまたあの試合の時とは全然違う緊張感でも、ちゃんとニスモのマスクつけるっていうね、俺はここでミランディそのままミランディちょっと見てみよう。すっげえ。うちもチャンピオン取ったんだけど、こういうのもらえるよね。いや、トロフィーあるじゃん、トロフィーが。すごいね。ありがとうございます。今いくつですか？まあ、30になります。あ、30？ はい。よかったらメダル持って記念撮影。もちろんです、もちろんです。はい。俺がもらったみたいなんですよ。サーキットはよく来られるんですか？初めてですか？富士は2回目です。あ、本当に？はい、うちのモテギーと、はい、させてもらって。あ、そうなんですか。はい、
GT ですね、やっぱり日産系なんで。はい、いつもフェスは初めてです。あ、そうですか、はい、いつものレースはもっとピリピリしてるけど、はい、そうじゃないから楽しめるんで、はい、そうですね、レース前とか下に行かせてもらったことがあるんですけど、ね、結構もうそう、ピリピリしてるからね、はい、こんないつもと違う、こんな感じじゃないもんね、はい、サーフフェスティバルみたいなのあるんでしょ。あ、あります。そうだよね、はい、その時はもういつもと違うみたいな。そうだよね、はい、サッカーもやっぱりピリピリしてるもんね。そうですね、試合前は結構みんな集中するタイプの。そうだよね、はい、え、日本にいていいの？日本にいて大丈夫です。大丈夫、はい、僕行かなくていいの？行きたいの山々なんですけど、ね、でもあれでサッカー盛り上がったらまたいいもんね。そうですね、うん、またそうだよね、はい、また発展していくと思う。そうだよね、僕もチャンスがあったらぜひぜひサッカー見学させてください。はい、ぜひお願いします。お願いします、はい、ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございました。頑張ってください。はい、頑張ります。30歳だもんね、まだね。いいよな、羨ましいよ。楽しんでください。はい、楽しみます。どうしてですか？生マッチ。ちょっと今背中つったかもしれない。緊張しすぎて何喋ったか覚えてない。いや、俺取るより絶対こっちだったよ。俺今マジで俺超怖かった。今サービス押せたね。やばい。見た、手振ってくれた今。大丈夫ですか？はい、見た、今こうやったよ。中は、チビアンとボディが、まあ、ボディが変わって、足もありまして、まあ、次はこういう馬が入ります。複雑にならないんで、あれ、俺と一緒のゼント、俺と一緒じゃないけど、借りてるゼントと一緒。マジで大きい音無理だよ。いい音ですよ。いい音、はい、いや、でもそんな大きいのマジ怖い。ちっちゃいこれ映画館のあのドーンという音マジで怖かった選手やっててよかった。そもそもマリノスに来てよかった。だって俺マリノスおらんかったら絶対こんなことできてないもん。早すぎ早すぎ、やば。もう興奮しました。え、興奮した？いや、しないわけがない。やば、超楽しい。サッカー界で言えばユージさん、シュンさん、ヤプトさん、それぐらいのレジェンド級のドライバーの人が今めちゃめちゃそこにいた。松原君の顔はよく知ってますよ。大丈夫な形です。よろしくお願いします。日産自動車サッカー部を僕が作ったんです。感慨深いですね。黒沢さんは来週僕の家に来るかな。あ、そうなんです。お祝いをやろうとしてね。そうなんです。うん、で本は毎試合必ず行って見てます。あ、そうなんです。で、あなたのね、まだ5までいいシュート、すごいシュートじゃない。いや、もうあれはもうラッキーです。シーズン2点だっけ、1点だっけ。2点目ですね。2点目だね、はい、今シーズンは2点目で、はい、で、
つも必ずリーグ戦で行っていますよね。そうですね、はい、そういう彼はね持ってるんです、うん、ポジションは違うんだよね、点、うん、入れるポジションじゃないんだよ、うんうん、本当ね頼もしいし、いや松村君に会えて嬉しいよ、ね、いや今回来てるって言ったらぜひってね、うん、あ本当ですか、うん、最近よくやって出てるじゃない。あそうですね、ね車好きで会えてよかった、はい、こちらこそありがとうございます。また来シーズン頑張ってください、はい、頑張ります、ね、ありがとうございます。天気もめちゃめちゃ良くて皆さんに良くしていただいて本当最高の一日になりました。強いて一つあげるなら、強いて一つあげるなら午前中ピットレーンの方に行かせてもらって車のウォームアップ走行を見せてもらったんですけど、その時にカルソニックインパルの12号車の車が、まあ、サービスでもう本当と人がちょっと見れるところと壁ギリギリを駆け抜けてくれたので、それはもうマジでちょっとびっくりして体がすくみましたっていうぐらい最高に嬉しかった。興奮したね、あれはめちゃめちゃ。ぜひまた参加させてもらいたいなと思います。ありがとうございました。